はい、皆さんこんにちは、マイクです。今日はダイソーの初心者リール投げ釣りセットですねのメンテナンスをしていきたいと思います。まあ主にですね、リールのメンテナンスなんですけども、もうこれでですね1ヶ月ぐらい使ってますので、まずはですね分解していきたいと思います。逆は回りますけど、ハンドルを回したときに回らないですね。ポッと抜けるかな。抜けた。抜けたけど、
これが非常に硬いですよね。こんな硬いな。外れるんでしょうか。どうなってるのかな、これは。うん、外れない。なんで外れない？あ、外れた。これは一体？うん、面白い形になってますね。
これが回るだけの、この軸がですね、回るだけの、あの、性能を持ってませんので、回らないんですよね。硬くなっちゃってますもんね。やっぱりここに注入ですね。これで回ってもらうしかないんですよね。うん、ちょっとお手上げです。一応分解はしてみましたけども、ここのところがですね、スルスルと回らないので、多分ここのベアリングですね、多分ベアリングがもういかれてしまってるのかな。スムーズさが全然ありません。これはね、一重ですね、私のあのメンテナンス不足で、使ったらすぐですね、あのメンテナンスしなかったせいだと思います。いい勉強になりました。こんなところでですね、あの分解で終わってしまいましたけども、これにて動画をお開きにさせていただきます。どうもご視聴ありがとうございました。マイクでした。